皆さんどうもこんにちは、三浦太郎です。新刊絵本の、朝だおはようとこんにちはが発売します。この絵本は昨年刊行された、赤ちゃんトトトトトシリーズの帽子かぶってとお風呂に入ろうの第2弾になります。今回も新しい野菜や、果物たちが登場しますので、ぜひ読んでください。朝だおはようは、僕が本当に朝寝坊で、気持ちよく朝起きれたらいいなーっていうふうに思いながら作った絵本なんですが、お布団をめくるようにページをめくって、お目目パッチリ朝だおはようと元気に、起きる絵本なんです。それともう一冊、こんにちはというのは、わーはわざとわーにしてるんですけどね。こちらも、散歩に出かけて、挨拶をする絵本なんですが、ページをめくるとまた楽しい驚きが待っています。このシリーズはですね、本当に家族で読んでもらって、食事の時やスーパーに行った時なんかに、子供と野菜の話をして楽しく盛り上がってくれたらいいなぁと思っています。それでは皆さん、ぜひ読んでください。